さあ今回は9月の2日に行われましたトヨタリーグ第7戦同コン野球部さんとの試合をお届けしていきます。さあこの日の先発はおなじみ友樹。トヨタリーグにほぼほぼ投げさせておりますが、その試合その試合繰り返すごとに成長を感じさせてくれる素晴らしい投球を見せてくれます。この日は完全に完投させるつもりでおります。初回ですが3番バッターにツーベースをツーアウトから浴びるも、その後フォアボールで1、2塁としましたが、サードのエラーで満塁とします。しかし6番バッターをサードゴロに抑え、初回満塁ながらまずまずの立ち上がりを見せてくれます。さあ先制したい龍神、先頭バッターの亮ちゃんがおなじみデッドボールで出塁。さあ1、2番のコンビでいろいろなことができるこの場面、何も考えない、お前死んでいいんだから。お前まずはりょうちゃんがボールを決めます。しかしこのキャッチャーかなり肩が良かったです。さあノーアウト2塁から、ちょっとなんだ、ないないない、りょうちゃんを送りバントでワンアウト3塁の形を作ります。ファーストボール、ファーストボール、さあそして3番ハスがフォアボールで歩き、この場面でハスが盗塁を試みて2、3塁と状況が変わります。さあそして今シーズン通じて調子が非常にいい春さんがライトにライトを運び、初回の2点を先制しています。ナイスバッティング。さあ3回の表ですが、先頭バッターにフォアボールを与え、その打者が伊藤を成功させます。そして4番バッターにタイムリーを浴びてしまい、ランナーがちょうどホームイン。各バッター非常に身体能力が高い。5番バッターにはセンターフライ、ランナーの動きを見ても走塁の意識もあることがうかがえます。6番の当たりはセカンドフォースアウトで2アウト。ここはサードフライ、トモキもうまく緩急を使ってなかなか打ち崩せない投球を披露してくれます。さあ続く4回、先頭バッターを三振、9番バッターはサードゴロ、よーナイスター、呼べ足速いぞ。1番の好打者をこの連携のミスで2安打を与えてしまうものの、追いかけないな、そこ三角形、
2番バッターをセンターフライに抑え、4回の表も無失点。さあ5回の表も先頭バッターをレフトフライ。続く4番打者にレフト前ヒットを浴びまして、5番6番にフォアボールを与え、ワンアウト満塁のピンチとなるものの、7番バッターを三振でツーアウト。なんとか抑えたいこの場面で、呼べよ。この当たりに対しジャンプ1番佐藤さんの元気を持っています。1のままで迎えた5回の裏、なんとかそろそろ追加点が欲しいところで、ピッチャーの友樹がセンター前のヒット、そしてセンターのエラーでワンヒットワンエラーで2塁まで進みます。このチャンスをなんとか生かしたい。しかし1番のマリオちゃんがライトフライ。そして続くチャンスの場面で2番の宮ちゃんがこの辺りをピッチャーに取られ抑えられてしまいます。さあ切り替えて。さあそして6回の表、抑えれば勝利のこのイニング。先頭バッターにレフトオーバーの当たりがピンに当たり、よーし、これはアリングラッチ。そして1番バッターセンターフライに抑え、まずはワンセンター。そしてこの当たりがサードゴロ。さあこの辺りでツーアウト、あと一人。さあこの辺りがサードゴロ。さあこれで試合終了かと思われたこの場面で送球がそれてセーフ。なんか嫌な感じがと思ったら、4番バッターを迎えたこの場面、この当たりがレフトのフェンスを越えて、なんと逆転スリーランとなってしまう。あの当たりがアウトにできてればなんてこと、いろいろ浮かびましたが、これも野球の一部、打った相手を褒めるしかない。問題はこの後です。この後同じようなサードの当たりをしっかりタッツがさばき、よーし、アウト。とにかくこの後をしっかりとアウトにしてくれたことが良かったです。さあ最終回、残念ながらあっさりと3人4人で終わってしまい、試合終了。さあ清田リーグも残すところ2試合となっております。順位確定までしっかりと頑張っていきます。動画は以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ユーリングッズ販売開始。動画内でみやちゃんやきよさんが着用している T シャツ、キャップなどが
ネットショップで販売開始されました。ぜひ興味のある方は下記の概要欄から URL でネットショップにゴー。